取りますよ。はい。はい。飲む。あ、もう。ということで、今日はまた妻と飲むということで、川崎といえばのお店に飲みに行こうかなと思います。まあね、店名聞いたら分かる方もいると思うんだけれども、ニュータンタンメン本舗さんですね。でこちらがもうこの神奈川県内には何店舗もね、まあ、いろんなお店ありますけれども、一応もともと本店が京町ってところ、うん、そうね、最初の本店からは移転しているらしいんですけれども、まあ京町にもね一応本店と言われるお店があるということで、今日はですねそちらのお店で飲んでいこうかなと思います。川崎のソウルフード。川崎のソウルフードだね。もう間もなく。そう、もう間もなくでございますね。今時間が、10時57分、うん、あと3分後にオープンだから、今日はねオープンでね、ニュータンタンメン本舗さんで食べて飲んでいこうと思います。はい、ということで、はい、はい、着きました。着きましたというか、もう着いてからだいぶ時間かかってんだよね。整わせるのがちょっとこれで見えると思うけど、まあ、だいぶね、ここから妻と飲むシリーズはダラダラ飲む分、編集だけマジにする。あ、本当？うん、いつもね、まあ、あの行くお店がねちっちゃかったりもあるから、そうね、カメラ適当にやってるんだけど、いつも倍ぐらいあるよね今日。倍はあるね。で、よし、とりあえず注文しますか。はい。何？まあ、レバニラ好きだから頼みたいんだよね。レバニラ、うんうん、ここのレバニラうまいんだよね。焼肉も美味しいんだけど、焼肉単品か C 単品、あのオムレツセットになってるやつにするか迷う。で、ちなみにね、ここの店舗というかニュータンタンメン本舗さんは焼肉ができる店舗とできない店舗があって、ここはね焼肉はできるんだけど、今言ってる焼肉っていうのは、そうそう、その焼肉じゃなくて単品にある焼肉っていうメニューなんだけど、じゃあ C 単品とレバニラと、うんうん、唐揚げもやっぱ食いたいんだよね。あ、唐揚げね、うんうんうん、飲み物はどうしましょう。生、生の私は中で、とりあえず生中、はい、じゃあ俺はいつものごとく大生、大で、あ、でも瓶もビールにしようかな。瓶にする、あ、うん、じゃあ 生でいいです。生で、はい、あ、すいません、じゃあまた今日は撮影なので、きっとこの1日1食コース、1日1食コースよ、高子は。しかもさ、普通に普段もここ来るけど、うん、普段来るとやっぱそんな食わないからさ、うん、そんな頼めないんだよね。そうね、うん、あ、ありがとうございます。すいません、あ、いいですか、ちょっと僕は手弱で失礼します。手弱派だからね。はい、手弱派なんで。いや、お疲れです。よろしくお願いします。あ、お邪魔します。うん、あ、11時からのキンキンのビール、ね、うん、あ、ありがとうございます。美味しそう、はい、うわ、美味しそう。揃いました。揃いましたね。一品もの一巡目が全部到着しましたよ。ちょこちょこと食べていきますか。はい、はい、あ、すみません、箸もありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。何からいく？私ね、味噌餃子食べたくて。あ、味噌餃子ね。そう、これ食べたことないから、ちょっと取っちゃってくださいよ。ちょっと上から失礼して、いただきます。はい、うん、ゆで餃子でお味噌なんだけど酸味がちょっとある。酢味噌とは違うんだけど、でも酢味噌系かな。どっちだろう。酢味噌系だ。酢味噌系だよね、うん、で意外にあっさりしてるよね、味噌餃子って言われても。うまっ。からの焼き餃子。あ、焼き餃子ね。いただきます。うん、うまい。早く皮の、早く皮のパリパリのうちに、うん、うん、あっさりしてていいな、うん、焼きか味噌だったら焼きに1票、うんうんうん、まあ焼き、まあ焼きだね、うん、たまにやっぱ食べたいね、味噌もね、味噌、うん、もう美味しい、うん、
そんなあちこちで食べれるものじゃないからやっぱ食べたくなるよね、うん。まあ、正直うちの家がここに来た時は焼き餃子絶対頼むしな。うん、頼むね。焼き餃子レバニラ絶対頼むね。あ、もう鉄板だね、うん。レバニラいっちゃおうかな。大好きな。いい、どうぞどうぞ。何回食っても1位なんだよな、レバニラ個人的には。取っていい、私取って取って。うんうんうん、これね、うん、頼んでからさ、うん、一瞬できたじゃんレバニラ、うん、やっぱこう火力強いやつでガッと一気に炒めたこの感じ美味しいよね。シャキシャキした感じね、うん、これはビールだね。うん、これねやっぱ知ってはいるけどさ、もう来るたびに思うのは本当にオープンから満席だね。うん、ほんとね、人気だよね。だって夜なんてもう名前書いて外町じゃんここって。そうね、すごい人数いるよね平日でも。駐車場もほら駐車場待ちしてるじゃん、うん、みんな、うんうんうん、ピークの時間はね駐車場入るのが難しいよね、うん、結構。今日レバー美味しい、なんかすごい今日レバーうまい、うん、なんか美味しい。まあ日によって確かに違うよね、うん、プリサク、うんうん、あれなんかちょっといつもより厚切りな気がする。ああ、うん、そうかも、うんうん、うん、食べていいですか。揚げ肉いっちゃう。すいません、ちょっと野菜をまず取って。みんなうまいよね。卵もいただいて、じゃあ焼肉から食べようかな。うん、焼肉からいっちゃって。ぜひぜひ。うん、おいしい。おいしい、うん、お米系ですわ。このそう、米なんだよね、うん、この鮮キャベもさ、うん、タレしみしみでこれが美味しいよね、うん、結局さ、生姜焼きとか他のお店で食べてもそうだけど、うん、このタレしみたキャベツ食ってる感あるよね。あるある。よし、ちょっと今日初焼き肉っすよ。キャベツが一番うまい餃子。もうね、美味しいところ凝縮されてるからね、キャベツに。流れ出ちゃうタレと肉汁が全部しちゃってるわけでしょ、うんうん、うまいよね、うん、猛烈ね、うん、この猛烈もこのふわだよね、うん、うまい。やっぱ中華のさ、うん、お店のさ、こういうオムレツとか卵系ってさ、惜しみない油でさ、うん、やるからさ、めっちゃ美味しいんだよね。俺子供の頃ずっと思ってたもん、その中華屋とかに行ってさ、うん、噛むじゃない、うん、オムレツを、うん、このなんかジュワって出てくるのは、うん、卵を何液なのか、何なのか分かんないと思ってて、だから世界で唯一オムレツ界の中で太れるオムレツだと思う。あ、2杯目頼んじゃおうかな。なんか2杯目頼む、もうないっしょ。さっきのやつ、うん、ジンソーダ、これだよね。そう、ハイボリー。ハイボリー、そして、生ビールの第一つと、はい、ハイボリー、ハイボリー、はい、はい、これ一つでお願いします。はい、キムチ取ります。取っていい。あ、キムチ、うん、どうぞ。すっかりなんかあの就職のこのおかずたちがうますぎて、あ、分かる、キムチ忘れてたわ。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと2杯目を、はい、はい、いただきます。あー、うまい。でも2杯でもビールはうめ、うん、ハイボリーうまい。なんかね、いつもさ、水ジンソーダよく飲んでるじゃん、うん、のなんかこう感覚、なんつう、雰囲気で飲んでると、うん、やっぱジントニックっぽい、すんごい、こっちはほんとジントニックって感じ。でもアルコール 3% なんでしょう、ね、うん、あ、まあでも確かに 軽さはすごいね、軽いけど、うん、あ、なんか久々にジントニック飲んだみたいな感じの感はある。そうそう、なんか一品も追加する？お任せでいいですか？お任せでいいの？豚ハラミ辛味噌炒めって食べたことあるとき？ない。それかな、気になるのは。あと、いつもここに来ると娘に全部食べられちゃうエビのマヨネーズ和え食いたい。すいません。そしたら、もともといわゆる発祥は町中華みたいな立ち位置なのかな。
のかね、うん、だと思うけどさ、うん、接客から何から超丁寧だよね。あ、そうだね、この店舗は特に、うん、すっげえ居心地いいんだよね、うん、あ、ありがとうございます。お野菜入ってた。じゃあ第2弾来ました、はい、いただきます。食べましょう。私ハラミで。あ、ハラミ行く。ハラミ、どうぞどうぞ。熱こう冷めやすそうなの。まだ熱そう。熱い。うん、うんうんうん、うまい、おいしい。これハラミも水晶というか、あ、そうそうそう、一回ね衣でやってるから、一回衣やってんだね、うん、お、うん、味濃いし、うん、ちょっとピリ辛だね。そう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 、だから多分辛いの苦手な人だと辛いって言うかも。ちょっとっていうか結構辛いと思うよかな、うん、炒め物系だって考えると結構辛いかも、うん、ちゃんと味わうと辛味噌系史上一番俺辛いと思う、俺の中で。あ、今まで出会った辛味噌なんちゃらの中でも一番辛いと思う、うん、あ、ちょっとプリエビも行こう。それ食べてください、早いうちに、あったかいうちに。いい意味ですごく駄菓子っぽい。あー、わかるかも、うん、辛い気味、うん、うまいね。かかってるのがさ、まだいい意味でさ、ただのマヨネーズ。それがまあ美味しい。あ、だこの辛いがさ、確か結構にんにく臭いよ、ね、うん、そうそう。あ、うまっ。にんにく、にんにく、うん、でも止まんないんだ今、うん、止まんない。どうぞ、もうもう最後。一瞬だった、うん、うまっ。じゃあ麺も頼んじゃうか。あ、そうだね、締めの、うん、じゃあもうこの3枚目で最後かな、かな、多分ね。よし、さすがに麺頼んでるしな。ちょっとフライドポテト行くか。普通の、普通のやみつきスパイス的な味の、やみつきスパイス。うん、思ってたやみつきスパイスって感じ、うん、あ、だんだん酔っ払ってきたよ。このままです。あ、すいません、すいません、ごめんなさい、はい、ありがとうございます。締め、今もう来ちゃったけど。あ、そうだね、おつまみまだあるから先食べる。伸びる前に一回食べるか、うん、一回ね、うん、辛そうだけどさ、食べられたら、うん、実はさ、これ頼んだ辛味噌炒めの辛くない？どうだろう、同じぐらいの辛さあるよね、気のせいかな。いや、こっちの方が辛いんじゃない？うん、うん、おいしい、うん、まあ、実際、うんうん、すすっていいギリギリの刺激量だと思う。ああ、そうかもね、あ、うん、あ、そうね、確かにすすれはするからね。なんだかんだ伸びる前にちょっと一口麺だけって全部食べてます、ね、うまいから食っちゃった。煮からにするとこれ卵も美味しい、うんうん、もうすでにこれがつまみかも。そろそろカレーいきますか。はい、初めてここで、うん、これプラス110円なのにさ、結構具材しっかり入ってるよね、うん、いただきます。うん、うん、しっかりお肉入ってて、うまい、うん、ただ米の量すごいね、これ今持って思ったけど、あと俺あと俺
あ、家カレーっぽい。家カレーっぽいよね。ジャワカレーとかみたいなスパイスの香りがする。いや、もうこの辺りで締めるかじゃん。はい、一回。あとはですね、はい、今日はまだちょっとこのポテトとキムチ、お酒もちょこっと残ってるんですけど、残りの時間は夫婦の普通の楽しみの時間としてお酒飲みたいと思いますので、はい、ただのデート。気になった方はこのニュータンタンメン本舗さん、めちゃくちゃうまいんで、でまあかつ店舗によってもね、若干味もメニューも違うからね、ニュータンタンメン本舗さんか、はい、はい、探してみてください。はい、じゃあ。まあ、まだ食べるけど一旦じゃあごちそうさまでしたで締めましょうか。はい、はい、ごちそうさまでした。ということで本日の動画本編ご視聴いただきありがとうございました。動画のね冒頭にもありましたプロモーションを含むということで、本日はですね皆様に一つ動画編集ソフトを紹介させていただきます。それがこちらフィモーラということで、今回ですねアップデートが入り AI で自動的にできるような便利な機能がね多数追加されたということで、サクッと分かりやすくねご紹介できればと思います。今回の動画編集でですねこのソフトを触ってみたんですけれども、簡潔に言えば AI 自動調整がすごい、そんなソフトとなっております。いくつかねご紹介できればと思うんですけれども、まず僕が気になった一つ目の機能、それがこちらのスマートカットアウトです。この機能なんぞやってことなんですけれども、まずねやってみましょうか。はい、これをオンにしまして作業を始めると、で今回ですねこのポテトだけを切り抜きたいんですけれども、このねブラシを使って、ポテトを選びますと、そうするとこんな感じで自動で切り抜かれます。すごくない？一瞬で背景がなくなりました。で、この背景をなくした素材とですね、他のものを組み合わせると、こんな感じで、わかるかな？素材だけが浮き立たせることができます。やっぱりね、動画編集において複数の素材を合わせたいんだけれども、なかなかね、静止画はできても動画を切り抜くことって後からは難しいんですよ。でも、このソフトを使えば自動 AI で一瞬でできると、これね、編集作業にはもってこいの便利な機能でございます。続いてはですね、モザイクをつけたい場合、右上にございます、モーショントラッキングを使っていただけると一瞬でできます。この機能なんですけれども、見てこの枠。このプラスを例えば僕の顔に合わせるじゃないですか。で、これトラッキングを始めるとこんな感じ。自動で枠がね、僕の顔を追ってくれるんですよ。で、例えばこのリンク要素としてモザイクを追加すると、一瞬でモザイクができると。で、このモザイクもですね、いろいろとプリセットがありまして、いわゆるみんなが見るようなこのモザイク。で、強さも変えられたりとか。で、若干ね、顔がはみ出てるので、それを自分で調節して、こんな感じでサイズを変更していただくと、こんな感じで、一瞬でですね、モザイクができました。やっぱりね、動画を制作する場合にモザイク処理ってすごく時間がかかるんですけれども、映り込み等あった場合、ぜひ皆様もですね、このモーショントラッキングを使って、パパッとモザイク処理してみてください。三つ目に紹介させていただきますのが、AI を使った自動音声機能。これ、ね、いろいろとあるんだけれども、僕が紹介したいのは、このあたりかな。ノイズ除去、AI スピーチ強調ですね。もちろんですね、こういった動画を撮影する際、それこそ外で撮ったりすると、いろんな雑音が入る。このね、素材動画もそうなんですが、こんな感じで。バイクの音とかね、どうしても入っちゃうじゃないですか。そんな時に使えるのがこの機能。喋ってる音声を際立てたいので、その場合は AI スピーチ強調を選んでいただくと。ということで、今日は、また妻と飲むということで。わかる？ほとんどなくなったよね。バイクの音。こんな感じでですね、周りの雑音なんかを AI が自動認識して消してくれる、そんなね、便利な機能となっておりまして、やっぱりね、動画って音声が悪かったり、聞き取りにくかったりすると、なんかね、見る気がなくなってしまうっていうのも結構あるので、このね、AI の音声を使って、ぜひね、皆様もワンランク上の動画作成してみてください。そしたら本日最後の目玉なんですけれども、AI オーディオストレッチということで、
今回のですね、僕の食べてるシーンの本編の動画って結構長いので、例えばこのいつもの居酒屋でという BGM をね載せたいと思っても、これ途中で終わっちゃうんですよね。途中で終わっちゃうし、例えばこれを繰り返し使いたいと思ってこのように音声を乗っけても、音楽がね一回終わっちゃってるから繋がってないような違和感のある BGM になるんですよ。ただこのオーディオストレッチという機能を使って一曲を使いたい尺までグーンと伸ばすと、これ自動で検出して勝手にね違和感ないようにリピートをしてくれると。もちろん人間でもできる作業ではあるんだけれども、人間以上の精度で違和感なく曲をつなげてくれるようなこの機能、動画制作時にはね本当に便利な機能なので、これはね僕自身もめちゃくちゃありがたいなと思いました。こんな感じでですね、本日はねこの辺りで機能紹介を終わろうと思うんですけれども、こんな感じでフィモーラのアップデート、相当便利な機能が増えました。まだねフィモーラを触ったことないよって方だったりとか、それこそ動画編集したいんだけど難しいんじゃないかと思って今までできなかった方、このフィモーラであればこんな感じで直感的にかつ自動で簡単にね編集作業ができますので、ぜひですね皆様もこのフィモーラを使って時短をしながら品質のいい動画編集してみてください。最近ではね SNS も増えてきて、動画活動をしてなくても一般の方でもですね、例えば普段のご飯の動画だったりとか映像だったり、そんなものを投稿する場所も増えてますので、そういった動画をまあみんなとはねちょっとワンランク上の編集をしてみて、さらにねいいものを投稿すると気持ちいいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。